まず寺本選手、福岡県外から来られたと思うんですけれども、神村学園さんを目指されたきっかけ、はい、理由について教えてください。中村学園に入ったきっかけは、YouTube やこう動画を見たときに中村学園の展開の早い剣道とかに感動して、自分も学校に入って日本一を目指したいと思ったのがきっかけです。地元でももちろんいい高校さんたくさんあると思うけれども、日本一を目指すので、はい、はい、入学されてどのようにやっぱ自分ではやっぱもう体力的にも精神的に全く足りてなくて、先輩方に必死についていくような形で、初めの方は必死でもう食らいついていく気持ちでやってました。で今、3年生ですね。はい。ラオ選手を思われる中村学園のいいところ、剣道部のいいところというのはどういうところですか？そうですね。チーム内でもやっぱメリハリがあって、楽しむところ楽しむ、厳しくするときは厳しく、3年生、2年生、1年生の壁がなく、雰囲気のいいチームだと思います。じゃあ1年生が3年生に技を聞きに来たりとかというのも、はい、3年生が1年生に教えてもらいに行ったりとかもあります。そういう、はい、実際今2年少しですねやられていて、ここ時代辛かったと、辛かった時は冬、1年生の冬とかなかなか勝てない、チームでも自分自身でも勝てない時期があって、やっぱり高校生の壁というかも感じて、やっぱ自分の力だけでは今ここでやってこれてないと思って、先輩方や同級生にもたくさんアドバイスもらったし、先生方にもたくさん指導していただいて、やっぱここまで来れたかなって思います。まず中村を目指されたきっかけっていうのはどういうことなんでしょうか？やっぱり地元で活躍できる選手になりたいと思ってて、その福岡県の中でもやっぱり日本一になるために、一番その人としても剣道も成長して日本一になれそうだなって思ったのと、練習や試合を見に行った時に、その剣道スタイルとかその先輩方の姿に憧れて入学しました。あります。実際入学されてどう感じましたか？で最初はその先輩方についていくのが精一杯で、でも全員が同じ方向に向かっていて、すごく充実していて恵まれた環境だなと。中村学園さん の, あのいいところ、剣道部のいいところというのはどのようにと思いますか？